SNS を利用し嘘の投資話を持ちかけ、現金を騙し取った疑いで、警視庁と県警などの合同捜査本部は、昨日、東京都の女と中国籍の男ら5人を逮捕しました。被害総額は5億円以上に上るとみられています。詐欺の疑いで逮捕されたのは、東京都台東区の高野由美子容疑者と、 中国籍のジャン・エンボー容疑者ら5人です5人は共謀して SNS で嘘のメッセージを送り茨城や宮城、東京の被害者から現金合わせておよそ2550万円を騙し取った疑いが持たれています高野容疑者とジャン容疑者はグループの指示役で他の3人は実行役とみられています 警視庁によりますと、被害者は少なくとも14人、被害総額は5億円以上とみられ、県内の被害者も確認されているということです。警察は5人の関係性を調べるとともに、余罪についても詳しく捜査しています。